頑張るから。サイ、そろそろ日が暮れてきたぞ。おや、そのようですね。今日はここまでということにいたしましょう。ありがとうございました。残り1日です。皆さん、明日も頑張りましょう。今日の敵は昨日より強いよ。気をつけよ。昨日より？占いではスザクという結果が出た。詩人の一体で炎を司る相手だ。強かろうが弱かろうが全部倒すだけだ。サイ殿、よろしくお願いします。それでは私はこちらに。お二人とも確かに打ち終わりましたね。それではサイ殿、また夜に。お疲れ様、コノエ君。みんなもお疲れ。で、今日は誰を連れてくよ。遠慮はするなよ。いい選択だぜ、コノエ。これで今夜の負けはなくなったな。報告をまとめなくちゃ。今日はしなくていいや。
今日の詩人は2体目か。ヒカル、震えてますね。怖いんですか？そんなわけないだろ、武者震いだよ。それは頼もしいね。来たようだよ。玄武を任したのはお前たちか。おや、震えてるじゃないか。この朱雀の炎で温めてやろう。余裕かましてられんのも今のうちだけだぜ。覚悟しな。威勢のいい子だ。どれ、ちょいと腕を見てやる。時間の無駄だな。では、行って。
権を与えてやったよ。まさか、そんな…どうしたんだ？今度はそっちが震えてるみたいじゃないか。玄武同様、お前も封印されろ。詩人よ、本来の席である都の守護へと立ち返れ。なんと人間風情にこの朱雀が破れると。礼を言おう。人間の力というものも捨てたものではないということか。よし、勝った。二体目も封印したか。正直この絵がここまでやるとは思ってなかったよ。感心した。なんだよ急に褒めて、気持ち悪いな。今の戦いはお前にもらった御神刀の力に随分助けられたからな。あんまり自慢できねえよ。いや、あの刀は持ち主の力に合わせて強くなるんだ。刀の強さはこの世の強さだよ。そうか？よくわかんねえけど、とりあえず褒められとくか。おはようございます、ヒカル。いつもお勤め、ご苦労様。さて、今日も頑張っていこうぜ。そうですね。元気ね、総裁。どうかしたのか？そう見えていますか？見えるも何も、思いっきり顔に出てるって。どうせお前のことだ。ザマ様たちが撒いてる悪評を気にしてるんだろ。帝への手加減も知らぬ不作法者とか言われてること。あ、悪い。改めて言うことないよな。でもそんなの気にすんなよな。少なくともお前は間違ってるだなんて思ってないんだろ。帝に勝っちゃったこと。はい、勝ったことについては今も後悔はありません。だったらいいじゃん、気にしなくても。俺たちは俺たちがすべきことを頑張ろうぜ、サイ。そうですね、頑張りましょう、ヒカル。
出かけましょう。で、どこ行く？皆さん、揃っていますね。はい。頑張りましょうね。よろしくお願いいたします。それでは早速、本日の特訓を始めましょう。お願いします。サイ、そろそろ日が暮れてきたぞ。おや、そのようですね。残念ですが、特訓はここまでということにいたしましょう。ありがとうございました。ついに明日は対局の日です。いよいよ本番、頑張りましょう。頑張れよ、あかり。俺たちもなるべく応援に行くからさ。へえ、必ず来てほしいな。出ないと私負けちゃうかもしれないから。分かったよ、必ず行くから。約束したからね。敵は誰だ？白虎か？青龍か？一足飛びに敵の親玉でも来たりはしてないか？いや、占ってみたが今日は分からなかった。ただ昨日より強い相手のことは確かだ。そっか、よし頑張るぞ。よろしくお願いします。Thank you.
それでは私はこちらに。お二人とも確かに打ち終わりましたね。それでは再度の、また夜に。お疲れ様、近衛君。みんなもお疲れ。で、今日は誰を連れてくよ。遠慮はするなよ。わかった。なるべく頑張ってみるから。さて、今日の報告をまとめなくちゃ。